あるんですよね、たまに。足折りちゃんがアヒージョしたいけど、あ、見失った、コメント流れてっちゃった。アヒージョしたいって言ってた、しおりちゃん。そういえば明日来てくれる人、明日9、この間結構来てくれてたイメージですね、皆さん。12いますね。あれですね、最前解禁みたいな、最前列解禁みたいな。髪の毛伸びたんです私、見て、結んでこんな余裕に結べるの奇跡なんですね、私からしたら。じゃーん、伸びましたこれでわかるでしょ、伸びたの。ちょこーんだったんですけど、こんなになりまして、はい、だいぶ。そうなんです、立ち位置をね、覚え直し、まあそんなに大変ではないんですけど、ちょっとだけ変更がさま、ちょいちょいあって、この間リハしました。ちょっとだけなんか列が変わるみたいな感じですね。ちょい変更、あ、みんなだから変更がどこが変わったか見てみてください。12日、明日と見比べてください。16シンパシーとかが分かりやすいかも。ちょい変更です。うん、声出し解禁見ました、 AKB さんですよね。したいですね。どうだろう、 あの劇場がね、 SK さんもされてたけど、結構その分制限もあるっていうところで、年 B はできる限りこうファンの方が入れるようにってやってる感じな気がするんですよね。そうそうね、コンサートとかになるとちょっと声出しもしやすくなってきたのかもしれない。ねえ、声出し、私たちもやっぱ聞きたいです、皆さんの声。待ってね、声、なんていうの、コールを知らない子がいるっていう現状です今。7期生、8期生で、9期生もね、もうそろそろ入ってくるってなったら、9期生の子も聞いたことがないっていう、すごいですよね。3期生、 NMB には3期生分コールを知らない世代なんですよ、7、8、9期。だからなんかね、最近すごい思うんですけど、あのペンライトの色をすごいなんか結構みんな意識するようになったじゃないですか。あんな昔からそうでしたっけって話したっけこんな話しましたっけ。あ、ですよね、なかったですよね。私ね、だからね、赤にしといてよかったってすごい思うんですけど、今になった、なったら。でもそんなに、あの、言ったら、だからね、自分がユニットとかさせてもらうとき、センターで何かユニットさせてもらうってなったときに、赤のペンライトにみんなが変えてくれるっていうのが、本当になんか不思議で、すごく嬉しいことなんですよ。そう。それ感じ出したのいつからだろう。でもプライオリティとかがすごいめっちゃ嬉しかったのを覚えてるんですよね。大阪城ってやってもらった時に、なんかこう自然と皆さんが赤に変えてくれてて、赤に染まってるっていう、その自分のファンの方以外、 NMB ファンの方に浸透してるっていうのがすごい嬉しくて。そうそう、生誕とかはね、なんとなくこうイメージあったんだけど、
ぱそうですよね。なんかね、そうギスとかもね、赤とオレンジ、あのはるちゃんやったらオレンジ、赤とオレンジ持ってくれてる人とかもいるんですけど、こうそういうのでこう、え、嬉しいです。もはや定番だって、個人の赤一色嬉しい、めっちゃ嬉しい。あのあれもですね、東京ライブで、あの奇跡は間に合わないをやった時も感じました。そう、でもね、ダンサブルも大きかったなってめっちゃ思います。ダンサブルで赤担当だったので、それが多かった。わかる。彼もチームカラー振ってました。いつもだから黄色振ってました。さやかさん好きだったんですけど、黄色ペンライトだけしか逆にやったことないぐらい、本当にね、全然意識したことなかったんです。もううちわに全力かけてるみたいな感じだったから。そうなので、なんかね、そうやって時代もね変わってきてるから、今はすごい、私も今までこう数年前、コロナ前に赤のペンライトを探すっていうのを今はもう無意識にやるけど、なんかもう基本的になんかもう当たり前のように赤のペンライトをパッとこう見える、分かりやすいので、すごい本当に赤はだからもうステージに立ってパッて見た時の赤のペンライトの、なんだろう、居場所とかをすごい無意識に見るようになったけど、昔はなんかペンライトで探すっていう感じじゃなかったなとかも思ったりしてね。なので声出しってなったらまたいろいろ変わってきそう。そういうのもまた、まあ、ペンライトは変わらずやりそうだけど、でもすごいですよね、メンバー誰とも被らない色にしようってそのめっちゃ大変だと思う。人数多いのにすごいですよね。そう、赤はね全然いないんです。それが、赤が好きな子ってあんまいないんじゃない？わかります。カリウも全然持ち物に赤があるかって言われたらないんですよ。やっぱみんなピンクとか水色、ピンクと水色、青が人気ですね。そう、そう、アミルンとココナもね赤だった気がする。赤白みたいな。だからね、今はねめちゃくちゃ見つけやすいんですよ。そう、ココナで、ココナが赤白で、ほんでココナも女性のファンの方も多かったので、今よりもこう女性専用エリアが赤だった気がする。だからね、そう、その時の方が、そう、あ、ちょっとたまに恥ずかしい思いするんですね。あ、赤だと思って赤白だったりとかして。そう、赤単色はカリンだけなんじゃないですかね、多分今は。沖縄のはじめしゃちょーって何でしたっけ？赤のペンライトでしたっけ？そんなことあった気がする。なんかすごい昔の、緑白が3人います。すごいな。そう、沖縄国際画祭で赤ペンライト振られてて、私が勘違いしたのかな、確かそんなことがありました。あった気がする。すごいよく覚えてますね。あ、そうそう、自分のファンやと思ったらはじめしゃちょーさんのファン。そう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 、ありました、ありました。
そんなことあったわ。そう、勘違いがありました。あったです、そんなことが。ペンライト自体が昔はチームごとの色しかなかったけど、今売ってるやつが自分で色変えれるようになったよね。なった、なりましたね。本当に確かにペンライト、 N のペンライト、 M のペンライト、 B2 のペンライトって感じだった。3本あったもんね。1色しか、私も1色しか光らないと思ってる。 N めっちゃ持ってる。そう、日比谷の東京のライブの時にペンライトカラー紹介されてたんですよ、あのモニターに。もう、公式って思って思いました。公式であれって出てるんだと思って、グッズにも書かれてる。あ、そっか、そうだ、赤のだってここ2本とかね、ペンライトカラーのマスク出てましたもんね。確かに嬉しいですね、そういうのって。本当キーホルダーも、あの映像一回だけってもったいない。確かに、あ、これ赤ペンライト。私キャプテン虫でしたね、確か。かりんちゃんの YouTube 見て、天神橋筋6丁目のキンパ今度行く。わあ嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ種類豊富だったでした、豊富でした。なんかちょっとね、なんか不思議な味がしました。なんかスパイスみたいな味がした。空中庭園めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。大好きなんですね私。なんかやっぱ年が増すごとにああいうなんか夜景とかがちゃんと素敵と思うようになるんですね。あのイルミネーションとかもですけど、あとなんか美味しい空気に触れるのがすごい好きで、なんか自然とかもうロケとかでちょっとこう、あの住人トイレとかね、特にこうすごく言ったら田舎な場所というか、こう広いお家がやっぱ多いんですね、住人トイレ行く時。そうするとこう、もう絶対にそんなあの都会のお家にあんま行かないから、めちゃくちゃ空気がいいんですよどこも。いつもあの車から降りて大きく息をします、吸いますそう。カレーパン美味しい、お、美味しかったですか。カレーパン琵琶湖いい人やなっていつも伝えときますめっちゃ協力してもらってます、ありがたい本当に。今1本あの琵琶湖に1本あの動画をお願いしてて、私も昨日1本作ってたので今同時進行で2本作ってるところです。本当助かってます、お楽しみに。友達です、渡すの友達。
全然頻繁に会わなくて、琵琶湖、通称琵琶湖です、ニックネームです、私の友達の。言っちゃいそう、こうやって喋ってると。動画内でもめっちゃ名前言ってて、めっちゃカットしてるんですよ。言っちゃう言っちゃう。動画作ってます。基本はまあ自分でやるようにしてるんですけど、私ね、自分で作ってて悩みがあって、ツッコミが苦手っていう自分に対してのツッコミができなくて、私はおかしいと思ってないので、それに対して私が言ってるからわかりますか、わかりますかっていうのめちゃくちゃ癖なんですよね、これ。そう、本当に苦手で、だって私はそれを正しいと思って喋っているし、そう、人に対してのツッコミなら出てくるけど、自分に対してのツッコミってのは出てこないから、そう、だから面白い動画が作れないんですよ。だから基本は自分でこう練習してるんですけど、例えば一人でお家で撮ってる動画とかって、私にしかツッコミトロップ出ないじゃないですか。そう、そうそう、それが難しくてお願いしました。一人の動画がだから多いかも、お願いしてるの。こないだのも基本全部のテロップ打ち込んだ後に、ここ多分なんか突っ込みそう、琵琶湖ならここ突っ込み入れるだろうなみたいなところだけ開けて、数箇所お願いしたりとかしてちょっと分担してやってます。そう、気づかない、間違いに。そうそう、ママにはツッコミ頼まない。あー、なんかボケツッコミの概念ないです、小島家にないんですよ、これまた。これ関東だからとかあるのかな、関東の方いますか、コメント欄に。ボケツッコミとかあります、家族に、家族の中で、家庭の中で。私お家帰ったらずっと突っ込んでる気がする、逆に。真面目です、多分私のお家は。あ、関東いる、あ、いるいる、あ、いるいる、あ、いた、結構いたん？ですよね、ないですよね、ボケツッコミなんか。そう、めちゃくちゃでも憧れます、その関西の家庭も、まあ、もう人によると思いますけど、とはいだからといってというわけではないんだけど、そうそう、全然ないんです。なんかおもろいツッコミじゃなくて、その鋭い指摘はあるけどそう、ツッコミじゃないね、真面目でだったなって思います、私。こっち来ていろんな家族の話聞いて、ちょっと何分かりやすく言ったら、あの渚さんのお家のお話を聞いたりすると、すごい本当にあのボケとツッコミと、まあ、そんな意識ないと思うんですけど、ご本人は。そうそうそう、本当になんかこう愉快な感じで、めちゃくちゃ面白い、本当に本当に。ママさんめっちゃ面白くて、お話聞いてるだけだけどね、かりんも。そうそう、いや、かりんのだからツッコミよく聞いてたら関東人のツッコミだと思う、本当に関東人だなって感じの。ありがとうございます、優しい。そう、まあ、特別だとは思うけどね、渚さんちは。そうとかっていう話聞いてたり、まあ、れいちゃんの話聞いてたりとかしててもね、思う
カインチは真面目だなと思います。ラインが来てます。ああもうねこれね、まあ、だいぶ前なんですけど、数ヶ月前に高校時代の埼玉にいた時の高校時代のお友達が大阪に来るっていうのであったんですよ。本当に何年ぶり、5年6年本当こっち来てから一度も会ってた、会ってなくて、会えてなくて、部活を一緒にずっとダンス部で一緒にやってた子なんですけど、こっち来てるっていうのでちょっと会えたんですよ。で喋っててめっちゃ楽しくて、もちろんそう久しぶりに同級生と喋るとめちゃくちゃ楽しくて、オーディオの子なん、誰だろうそれは誰だろう、そう誰ですか、誰ですか、その何の話でしょう、オーディション違いますね、何子、あなるほどねあなるほど、琵琶湖とかってことね、なるほど、すいませんこういうとこありますボケてくれてたのに、そう、まあ、何子ちゃん、何子ちゃん、はい、何子ちゃんがいて、ほんでその子が来て喋ってて、やっぱ同級生と喋ることがあんまないので、あのいい刺激をもらったんですよ。あすごいなって、そうそう、ほんで終わった後にその日な、次の日かなんかかな、メンバーと喋ってて気づいたんだけど、大爆笑しなかったの。なんかバカみたいにそのふざけた会話をしなかったと思ってそう、その時に気づいて、わあこれだって違いを感じたんです、そこで。そう、でもそのことは6年ぶりとかに会って、今会った時の方が合うねって話になって、そうすごくねいい時間だったんだけど、めっちゃいい時間だった。すごく向こうのこのお仕事の話とかを聞くことも、私はこの同じ活動してる同世代のこの話しか聞けないので、普段はね、そうファンの方から聞くことはあってもさ、こう深い話までは聞けないじゃないですか。だから、あ自分と同世代の子はこういう葛藤があるんだとか、なんかそうそういう話を聞けてすごく良かった。そう2人とも大人になって、そうあのね、その子は、私高校の部活はリーダーしてなかったんですよ。その子がリーダーをしてたから、そうもともとリーダーだった子で、その時よりもまた違った会話ですごい盛り上がっていい時間だったんだけど、気づいたらボケツッコミなかったなって思ってそう存在しませんでした、ボケツッコミ。これ新しい発見だった。そうオーディションの後輩の子じゃないんです、同級生。めっちゃ楽しかった、いいですね。自分は特になかなかないからこそ余計に本当にいい時間だった。そうそうなの。今日もあのれいちゃんといたんですけど、ずっとボケてくれるのでそう一生こう突っ込みまくれるんですよ。しおりちゃんとかもそうです。ボケという概念がないですね
これね、なんか大阪好きになる理由だなと思います。東京ライブの時、あ、いや全然話さなかった、ちょっとあのヤッホーって言えたぐらいで。そうなんです、そうゆっくりは喋れなかった。関西弁に染まった、まあ関東のこと喋ってるとやっぱたまに言われます、実家とか帰っても。でももう自分じゃ分かんなくなってきました、7年もいますので。逆に映ってない方だと思うんですけど、かりん的にどうなんだろう、映ってるんかな。でもまあでもね、絶妙ですよね、きっとですよね、気をつけてるのこれでも。そう、7年いますと出てきます。おはーさ出ます、今週、あ、来週火曜日だったかな。見てね。スタジオも出ます、はい出ます。久しぶりです、いつぶりだろう、もう1年ぶりとかです。早起き頑張ります。あ、無印このリッププルプル、わかりますか、めっちゃいい、一回塗ったら塗りはずっと塗っちゃう。あ、そうそうそう、三段活用のやつ、れいちゃんにおすすめしてもらったやつ。プルプルなります。ね、最近気づいたんですけど、多いですね最近気づいたこと。マスクするじゃないですか、マスクした時にさ、こうやってグロスつけてると口つけついてほしくないじゃないですか、雪が降ってきた、このマスクに。だからね気づいたんです、私ずっとねマスクつけてる時ね、くっちゃってるんですよ、こう引っ込むじゃないですか、普通にしてる時より、んってやったら、そうずっとこうやってやってるんだって思って。でなんかちょっと昔までなんかここがこうやってなんか下にやっちゃうのが癖だったんですよ、私なんか下にうんってやるのが癖だったんですけど、こうやってマスクで人生過ごしてるからなんか口角上がってきたと思って、なんか皆さん、カリンがこうやってマスクしてたらこうなってるんです。これ本当なんです、最近気づいたんです。でもあ、こういうタイプ、あ、でもこういう今日来たらここ伸びそうじゃないですか。何の会話って感じよね。でもカリンはこうやってやってました、なんかもう疲れません、ずっとこうやってやってるから、逆に、変な顔しちゃう、わかる、こうやってやってる、ずっと可愛くなくない、全然怖くない、
うん、そう、いや、なぎずさんやり、よくやりますね、これ。気分はなぎさです。怒られる、怒られる。そう、これをやってもらうことに気づきました。ちひこち少なめ、うそ。あ、でも合わないんですね、合ってないです、ちひさん最近合ってないですね。公園が大きいんですよね。でもちょっとチーム違うか。ダンサブルかな。でも大きいのはない、ダンサブルがないので。うん、お話が終わっちゃいますよね。終わっちゃいます。明後日、し明後日もう、あの、良いお年をです、皆さんと。良いお年を。え、皆さんサイレント、あ、おお、もう18分たですよ。見てますか、大丈夫ですか。何を気にしてるのって感じだけど、あ、決まってない髪型。ANA のも楽しみ。わかります。私も楽しみ。あの、ちょっと、あの、体調不良も増えてるじゃないですか。また。ね、増えてるじゃないですか。だから、そう、話してたんですけど、今日も。体調崩したくないねって、この時期に崩さないようにしないとね、と言ってるものの、もしかしたら、もう、突然やってくるじゃないですか、コロナとかって。経験者はわかるんです。前日元気だったもん、私も。だいぶ、あの、周りも増えてきてて、そう、コロナは突然やってくるの。だから、明日皆さんとも、あの、良いお年をしてる可能性あるから。それぐらい本当にいつ来るかわからないので、気をつけていてもね、もうここでしといた方がいいかもしれん。コロトツ。かわいい、なんか。謹慎ですけど、なんかちょっとかわいいですね、コロっていう。そう、インフルも流行ってるんですよ。私はもうインフルさんとコロナさんにはお会いしましたもん。だから、あの、皆さん気をつけましょう。いつ来てもおかしくない。そう、やっぱ24時間出れないとかが一番辛いです。1年に1回の大イベントです。私も注射を打ちませんでした、インフル。はい、なので聞きませんように。嫌ですよ、年越しとか。私でも受験生の時、高校受験の時に年越しインフルしました。31とか30日とかにインフルになって、受験生なのに。そう、インフルの一番しんどい中年を越しました。でも、その、なんていうの、逆にその年越しでインフルかかったおかげで、あの、ちゃんと受験は受けれました。そう、忘れられない。嫌なことは全部その年に置いてきた。今年も年越しは何かするかもです。何かするかも。一緒に年越せます、皆さんと。多分
クリスマスの予定ありますよ。23、24にね生配信があるんです。24時間。そう、今年もなんかするかも。マリネーネのね詳細は私らも何も聞いておりません。いつもねみんなと同じタイミングにしてます。ファンの皆さんと同じタイミングに。うん、去年とから引き継ぎではないです。その年越し全然また別で喋ってる感じなので、あんまり騒がないでそう、誰が司会だろう、分からん。真夜中の企画出たい。真夜中が好きです。楽しみにしてる。皆さん予定は空けましたか？23、24。せやねん、ないの。あるかな。学習で行くとあるね。あるかも。あるかも。わかんないけど。24日せやねん出てるかも。急な変更もありますので、ない可能性もある。セアネン自体が青年出てる間にワイネンの終わるんじゃない。もしかして、あ、そんなことないか。来年年女、そう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 、2度目の人生、2度目の年女。お仕事か、みんな。はい、私 YNN でちゃんと司会できたことないんです24時間。はい、インフルにかかりました私めっちゃインフルかかってるな。ウサギなんです。そう、一日で終わっちゃいましたね。私はダメでした。昼間ぐらいからもう倒れてたそんなこともあったね。うわ、何時までする。うわ、もうそろそろ終わろうかな。こんな長くやるつもりじゃなかった全然あ、そうそう、病院行ったやつです。チカポヨと遅刻、あるんじゃないかな、というか会ってほしいという願望。ご飯食べた。ねえ牛、ねえ牛、トラ、うー、タツ、なんだ。タツノオトシゴ？タツノオトシゴ年？聞いたことない。え？タツノオトシゴ？タツ？龍か。タツって読みますね。でも引きますね。自分でも引く。龍でした。でもタツですよね。ねえ牛、トラ、ウー、タツ。タ
つは立つじゃ立つの落とし子の立つじゃなくて惜しい。この間も同じこと言ってた。え、立つの落とし子。あれ怖いです、もう記憶がなくなってしまって。怖いね、私も怖い、自分が怖いです。うん、言ってたかしら、怖いです。私か写真のフォルダが2万枚ぐらいあって、写真が2万4000ぐらいあったのかな、多すぎて消さなきゃって思って、あのカメラロール整理してたんですよ。そしたらいろいろ記憶が蘇ってきて、安心しました。6000枚ぐらい消しました。めっちゃ消した。消しました。消しながら記憶を読み返してましたけど、まあ、忘れるでしょう、また消しましたよ。スポンジメイクスポンジをちぎってました。聞こえてた。いや、データは、うん、あれは大丈夫なんですけど、ギガっていうんですか、まあね、全然大丈夫だったけど、ちょっと多すぎて見返してもたどり着けないんですね、自分の写真に。私こういうのね、めっちゃいじっちゃうタイプ。ご飯屋さん行って、このお箸についてるさ、この紙あるじゃないですか、あの紙とか、なんかやっちゃうタイプ。何の写真が多い？自分の写真です。恥ずかしがらに、恥ずかしいけど、自撮りとか写真を、まあ、いっぱい撮るんですよ、やっぱり。それを載せたのに、載せたら消せばいいんですけど、溜め続けてきて、だから 1自撮りに対して5枚ぐらいは撮ってるから、間違いなく5枚以上は。それを数年続けていれば溜まるわけですね。が消しました。自分の写真を消しました、いっぱい。載せてないのいっぱいあった、多分いっぱいあったけど消した。ロングを見返してましたよ、いっぱい。だからインスタ載せようかなって迷ったけどやめました。まあ多分応援してくれてるみんなは見たことある写真が多そうだったし、うん、載せてるだろうなと思ってやめました。気が向いたら分かった。そうですね、最近好きになってくれた方とか、確かに、そう、確かにロング消しながら思った。もう二度ととか言っちゃったけど、ないかもしれないなと思って、このロングの私。あ、髪伸ばしてるか、今はでも伸ばしてます。でももういいぐらい伸びた。
超ショートにはね似合わない気がして、老けると思います。私の顔は、はい。壁写撮った。そう、この辺まで伸ばしてたんです、肩つくぐらい。でももうつきます、つきました。逆にちょっと波が来るんですね。短くしたい、伸ばしたい、今はちょっと短くしたいにちょっとまた戻りそうなんです。困った、困ってます自分も。まあでも今ぐらいはちょっとだけ楽しみます、せっかく伸びたので。あるでしょう波。はい、明るくなりました。結構前髪？前髪は、あ、でもこの間美容行ってからは切ってないですね。ちょっと短めに切ったからかな。でもちょっとそろそろ邪魔かも。明日の髪型決めようかな。何がいいかしら。ハーフアップ、確かに最近やってない。パッツン、短い方が楽です。踊ってても楽です。ハーフアップ、お団子デコだし、おーデコだし、確かにデコ出ししてないですね最近。公演の途中で髪結ぶときは邪魔になって結ぶの？イエスイエスイエス。この一本結びにすると母親にそっくりなんですね。だから DMM 見たら、ママ見てるみたいで、ピアス何個開いてる？ 1,2,3,4,5 5。ママが普段くくってるわけではないんですけど、なんかより似るんですよ。タラデさん似てるんですけど、そう、だからね、そうなの。ママに、ちっちゃい時はパパに、大きくなったら、ね、ママにできました。なんかそういうのあるんですかね。そう、あるの、そんなこと。どうしよう髪の毛。じゃあハーフ団子、ハーフアップお団子にします。もう決めちゃった。勝手にレイちゃんとアヤピョンとスプラしたしました。あやぴょんがや
私とれいちゃんがやってて、なあやぴょんも やってて4時ぐらいまでやった朝の。あやぴょんめちゃくちゃうまい、本当に助かる。めっちゃあやぴょん の足引っ張ったあやぴょんうますぎて。あのアスプラトゥーンはね、はい、ゲームなんですけどやってたんですよ。で、あの何時ぐらいからやったんだろう、1時ぐらいとかかな、1時2時ぐらいからやって4時ぐらいまでやってて、やっぱその時間帯って皆さんも超絶うまいんですよ。うまい方が多くって、だからね、もう全然無理だった。だからあやぴょんめちゃめちゃ頑張ってくれてたそう、足引っ張った、めっちゃ。あの配信、あや通信しましたワールドカップそうね、そんな時間ですね。日にちは違うけど、日本がやってた時じゃないけど、そうそう塗り職人、ね、その時はあっちしました。バンカラマッチ、ガチマッチの方してた。めっちゃちっちゃいよスポンジで。ゴミ増やしてる。あやぴょんね、すごいですね。うん、漫画アニメが好きなのか。ゲーム本当にすごいの、あやぴょん。なんでみんな名前覚えられるんですか、武器の名前。私カタカナが世界で一番苦手わかります今あのゴシップガール見てるんですよ。シーズン3まで来ました。だいぶ見てるんだけど、カタカナがばっかなんです。あの登場人物全員カタカナ、もう全然覚えられない。ブレアしか覚えられないっていう、名前覚えられない苦手です。え、漢字よりも苦手。カタカナでは一番覚えにくいと思ってます。漢字はなんかこうパッと見の見た目で、あ、だから読むの、書くのは苦手ですけど、読む方はなんとなくできるんですよ。でもカタカナって覚えらんないんですよ記憶力を試されるときにカタカナは困ります。漢字は雰囲気で覚えれるんですよ、なんとなく。まあでも、はい、苦手で困ってます。このせっかくがあのゴシップガールの話をしたくても、登場人物の名前が一人しか出てこなくて全然説明できないんです。あのスプラトゥーンに関してもその武器の名前が一切分からなくて、あの形で覚えてるので、武器の形で。モバメ来た？あ、モバメ来ました。見て見て、モバメ見てください。あ、分かります。カンダラの登場人物も本当に覚えられません、すいません。エッセイ本出してほしい。個人の言葉すっと胸に。本当ですか？すっと胸に入ってくるような言葉を私言いましたか？大丈夫でした今大丈夫だった？カタカナ読めないって話だったけど。モバメ見て、わ、ちょっとすごいメイクスポンジ、今日のメイクスポンジ見た？嬉しいんです、これめっちゃめっちゃ嬉しかった。なんか夢中人とか逆になくて、私一人カラオケめっちゃ行くんです。これどうやってこあの申請されてるんだろうって思って気になった、めっちゃ。お、
そう嬉しくてめっちゃわあわあこれ入ってるって、そう、あらまあ、お米重くて開かないって、あんまりね、あの機種カラオケ機種はね、あんまりあのこだわりないです。ダム、あ確かにライブ映像ありますね。もうカラオケはあの合間とかお仕事の合間だったりとか時間見つけた時に行くことが多い。それ目的で行くことはないですかね、あんまり。歌ってぜひカリも歌った。結構アウトドア、うわーどっちもあります。めちゃくちゃ気分屋です。私も好きです。お家でまったりゴロゴロするのも外に出るのも好き。たまにめっちゃ上手い人が隣にいる時あるよ、ありますよね。聞いちゃう私も結構。歌う時はやっぱり体動く、まあまあ動くまあまあキャンプ得意そう。どんなイメージどんなイメージキャンプ得意そうですか。まあでも小島家は毎年の夏の恒例でした、キャンプは。でもキャンプとかは絶対行きたい、行きたい人です。このお仕事してなかったら行きたいタイプですこじりん立って歌う派、私座って歌う派。一人で行くから、そう一人カラオケはね基本座って歌ってるから。いいな、スキー行ったことないんですよ。スキー行ってみたいです。カラオケ靴脱ぐ派、脱がない派。脱ぐんですか。脱がないわ、ずっと座って。脱ぐとかあの逆にわあいろんな派がいますね。いつも何歌う、バラバラだけど、バラバラかな、その時期によって違うけど何歌ってるかな。脱ぐの、へえ椅子に立って歌うのみんな。あ、正座ね。はあ、カリンしないですね。最近はバックナンバーさんの綿菓子とかが好きですね。歌ってます。男性の曲はめっちゃ多いです。スピッツさんとか。トリプル A とか、トリプル A さんとか。ああ、あれ歌いました。E ガールズさんのメリーメリークリスマスでした。そう、ダンサブルでやったんですよ。だからでもあとクリスマスになったら12月とかになるとして聴きたくなる曲。そうなんです、レーベル先輩なんです、バックナンバーさん。すごい。わーいいですね、12月のカンガルー大好き。でも本当にアイドルやってるんですけど私は知ってますね、みんな知ってると思うけど本当に苦手なんです、女性アイドルの曲が。
歌えないんです。私全然気持ちよく歌えなくて嫌いで、はい、歌わないです。全然でも久しぶりのリップグロス歌いました、この間なんかあよ告知みたいな、なんか入ってカラオケに入ってすぐに画面に流れてたんですよ。それがな歌いたくなっちゃって歌いました。うん、女性の方の曲歌うときはキー下げますもん。愛さん、あ、愛子さんとか。誰かの歌を歌ったときも下げたな。あでもあいみょんさんとかはすごい好きです。普通に元のキーで歌います。歌いやすいと言ったらあれですけど、自分のこの音域としては歌いやすいかも。バックナンバーさんとかははい、元気っていうもの、これ元気ニット、可愛いですよね、これお気に入り。1回で何時間、基本1時間半。1時間じゃちょっと物足りなくて、あ、鈴木愛理さんの曲だ。君の好きな人っていう曲が好きなんですよけど、鈴木愛理さんの、それをキー下げて歌ったかな。すごい、4時間、一人で4時間、すごいですね。それはすごい。すごい私1時間やってるらしい。今日めっちゃ喋ることいっぱいかれてきたらやめます、帰ります。うん、ヒロアカの主題歌歌います。でもあれです、結構力使う曲が多くてわかる、なんかそう、すごい、そんな長時間入れないや、ずっと歌っちゃう。あ、ディッシュさんも歌います、歌いやすいです。ナンバーワン、ヒロアカの主題歌歌います。あとヘンテコも好きです。好きなんですよ、でもね、キー高い曲も。でも歌えないの。なんかでも自分が歌いにくい曲を聴くこともでも少ないかな、基本は。うん、良くないですね。でも歌えるようになるためには高いのもね、歌えたら、歌う練習した方がいいんだろうなって。カラオケの一番最後に歌う曲決めてない、全然。うん、寒くなってきた。
嬉しい。ラップタイム歌うんですかみんな。嬉しいです、めっちゃ。サイレント終わったみんな報告ありがとうございます。私も見逃しで見ます。アップルミュージックの再生回数ランキングみたいなやつした、した、見た。何が多かったかな、何が多かったろう、忘れちゃったな。2年 B ではなかったそう、普段はあんま聞かないですね、お仕事になっちゃって。もう恋と愛が1位だったの。2年目の曲入ってたかな、入ってなかった気がする。入ってたかな。皆さんいっぱい聴いてください。 NMB が一番素晴らしい。いいですよ、グッドグッド。 NMB なんかアーティスト部門だとランキングには入ってたと思う、 NMB。いっぱい聞いて。あ、あれが多かった。世界の終わりさんのダイアリー、ダイアリーっていうのかな、が好きなんですけど、めっちゃ。眠くなってきた。急いでる時に好きな虫聞くの好き、いいですね、めっちゃ確かにちょっとちょっとあの想像したら面白かった。好きだ虫ってことでしょ確かにこうテンポ上がりますもんね。いいですね、めっちゃいい。信号引っかかったらそう更新して、みんな好きな虫聞いてるとき、朝風呂とかもね最近ハマってて、みたいなのも好きなんですけど、音楽時に聴く音楽とかも何ていうの、海外のクリスマスソングいいですよね、朝風呂。こないだ朝散歩もしたんですよ、まあ、行く場所もあって用事で、そう歩いたんですけど、めっちゃ最近天気いいじゃないですか、だからねめっちゃいい気持ちになった、気分がいいですね。アラーム好きな虫いいですね、めっちゃ目覚め良さそう。ちょっとじゃあそろそろ終わり時間決めようか。お、じゃあちょっとまだちょうどいい時間、23時やめます。今日めっちゃ雨だった、嘘、めちゃくちゃ推しメンです、初見さんじゃない、ありがとうございます、嬉しい確かに、イントロをね、でん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 で結構いい目覚め。
ポンジ、あ、スポンジをずっとちぎってたんですけど、皆さんと会話しながら結果お見せしますね。どこまでちっちゃくなったか、あの全部持ってないぐらい細かくなった。じゃーん。こういうのやっちゃうんです。これ何なんだろう、この何なのこれ、何なのこれ、手元にこういうの見つけたらこうやっちゃう癖、何なのこれ。はい、すっきりした。よし、じゃあランキング発表します。13位大吉さん、12位りなちゃん、11位みほんちゃん、10位ともすけ、9位ゆき、8位ちひろちゃん、7位すみほ、6位みーさん、5位みくりん、4位ふみかちゃん、3位ともひこ、ともひこさん、ありがとうございます。2位かんなちゃん、1位りょうたろくん、ありがとうございます。はい、では明日来てくれる人をよろしくお願いします。公演、はい、見てくれてありがとうございます。おやすみ。モバメ送ります。バイバーイ。